Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Okay, guys, we're out of time, unfortunately. Thank you very much for attending. Apologies if you were unable to get a question. ノックアウトラウンドへの進出はまだ決まっていませんが、クラブが今日の試合に勝利し、かつ他の試合の結果によっては突破が決まります。皆さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをナイトゲームでお楽しみください。実況は西岡明彦。解説には福西崇史さんをお迎えしました。今日はどんな素晴らしいプレーが見られるでしょうか。見逃せないこの一戦、これは見る価値のある試合になりそうですね。ホームチームですが、この試合の結果によってはノックアウトラウンド進出が確定します。ホームサポーターが見守ってる中での試合ですから、何としてもここで決めてしまいたいでしょうね。どうなるにしろかなりいい試合を期待できそうです。こちらがジュニアズの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。チームのスターティングイレブンです。ご覧ください。 5-2-3 を採用しました。カウンターの切れ味が強烈なシステムです。試合が始まりました。リチャーズ、さあ敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。ここでうまく対処します。ディフェンスボールを奪います。今のパスで完全1点リードにできるか。見事なセーブ。ここはしのぎました。エドワーズ、パスが通った。さあ決められるか。決まった。先制ゴール。早くもリードしました。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。さて1点を追うジュニアーズのキックオフ、同点を目指して攻撃に入ります。
ボールを前へと運びます。相手をどう切り崩していくんでしょうか。このピンチをタックルで防ぎました。サイドを使ってきました。相手のマークが外れています。ゴールを狙う。あっと、これで2点差かと思われた場面でしたが、ミスしてしまいました。決めておきたいシュートでしたね。この後流れが変わらないといいんですけど。パティ、ここは後ろに下がっています。さあボールを前に運びます。ここからどう得点に結びつけるでしょうか。ドリブルしていたんですが、ラインを割ってしまいました。コーナーキックになります。コーナーキックを蹴った。決まったかと思われたヘディングシュートは枠を捉えきれません。入ったかと思いました。ちょっと隅を狙いすぎたかもしれません。ディフェンスが冷静に処理します。相手が寄せてきました。これはいいぞ。崩してきた。決まった。試合を振り出しに戻す同点ゴールです。いやー、こういうシーンを見たかったんです。相手を抜いてからのこの冷静なフィニッシュです。リチャーズ、おっとボールを失いました。パティ、ボールを前に運んでいます。1対1です。マイナスのクロス、ハーフタイムです。このチームですが、現在行われている試合の結果次第ではノックアウトラウンドへの進出が確定する可能性があります。はい、あと一歩まで迫っていますね。ただこのままでは嬉しい知らせは次節以降へと持ち越しになるでしょう。まあ監督も今日決めることにそこまでこだわってないでしょうしね。後半が始まります。
ここでなんとかボールに寄せてきました。ディフェンダーをうまくかわした。ここはドリブルに入ります。流し込めば決まる距離でしたが、一体どうしたんでしょうか。判断は良かったと思いますが、ひどいシュートミスになってしまいましたね。相手が寄せてきます。ここはタックルで止めました。ボールをダッシュしています。これはフリーキックになります。パティ、ボールポゼッションは相手に移ります。中の選手に合わせてきた。シュートのチャンスでしたが、ここはキーパーに防がれました。福西さん、前半のこの選手は随所に光るプレーを見せていたんじゃないでしょうか。いいところで同点弾を決めていましたね。相手のリードを許さずに後半を迎えられるのはこの選手のおかげでしょう。無理につなごうとすると危ない。ここは安全にクリアしました。ここはクリアして危険を逃れます。オフサイドフラッグが上がっています。選手がピッチに入ります。投手が入れ替わります。味方がサポートに来ます。うまいパス、キーパーが見事にセーブしました。ドリブルで運びます。ディフェンスをかわした。シュート、ここはゴールが、いい狙いだったと思ったんですが、ちょっと運がなかったですね。この時間はかなり下がっていますね。ここは抜いてくるのか。見事なセーブ、入れさせない。レフリーはプレーオンを指示しています。相手陣内でのドリブルです。ここはカウンターアタックを狙うか。ここまではサポーターにとってもストレスを感じる展開でしたね。試合も終盤ですから、これは勝ってほしいという思いを込めた声援でしょう。さあ、アタッキングサードに攻め込んできました。ここで勝ち越しゴールを決められれば、おそらく決勝点となるでしょう。ドリブルで進みます。ブロックした。相手のシュートに反応しています。ここはアドバンテージを取りました。リチャーズ、
これはいいボールだ。得点のチャンスでしたがフィニッシュに持ち込めません。相手ボールになります。試合は同点のまま終了間際です。しかしホームのサポーターは勝ち点3を目指してほしいようですね。一番苦しい時間にこの声援は嬉しいでしょう。選手たちも積極的に勝ち越しゴールを狙いに行くと思いますよ。リチャーズ、この時間ですからここで1点リードできれば大きなアドバンテージとなります。試合終了のホイッスル。ここは両者引き分けという結果に終わりました。どちらのチームにもチャンスはありましたが実力が